2020年4月4日より東京 MX 他にて放送がスタートした TV アニメアルテより第3話のあらすじと先行カットが到着した。2020年4月4日より東京 MX 他にて放送がスタートした TV アニメアルテより第3話のあらすじと先行カットが到着した。アルテは大久保圭さんが月刊コミックゼノンノーススターズピクチャーズで連載している漫画が原作。第3話、初仕事あらすじと先行カットレオの工房に弟子入りして半年。見習い仕事に勤しんでいたアルテはある日番組の背景の一部を描く仕事を命じられる。工房入りして初めて絵を描く仕事を与えられ、張り切るアルテだったが、レオからは何度も描き直しを命じられてしまう。アルテは自分が担当する箇所以外が完成していく痛い絵を前に、レオの邪魔にしかなっていないと焦ってしまう。ヘリップ。TV アニメ概要、アルテ。放送情報、東京 MX 毎週土曜22時 BS 富士、毎週月曜24時30分読売テレビ、毎週月曜26:59 J テレアニオビ、毎週火曜26:0 @X、 毎週金曜22時30分リピート放送、毎週月曜日14時30分から毎週木曜日6時30分。放送日時は変更になる場合もございます。配信情報、 FOD 毎週土曜22時から地上波同時独占配信。 C 大久保圭コアミックス、アルテ制作委員会。アルテは大久保圭さんが月刊コミックゼノンノーススターズピクチャーズで連載している漫画が原作。16世紀のフィレンツェを舞台に、主人公アルテが自身の夢である女流画家を目指すヒューマンドラマだ。監督は浜名孝之さん、シリーズ構成は吉田玲子さんが務め、アニメーション制作はセブンアークスが担当する。第3話、初仕事あらすじと先行カットレオの工房に弟子入りして半年。見習い仕事に勤しんでいたアルテは、ある日番組の背景の一部を描く仕事を命じられる。工房入りして初めて絵を描く仕事を与えられ、張り切るアルテだったが、レオからは何度も描き直しを命じられてしまう。アルテは自分が担当する箇所以外が完成していく痛い絵を前に、レオの邪魔にしかなっていないと焦ってしまう。ヘリップ。TV アニメ概要、アルテ。放送情報、東京 MX 毎週土曜22時 BS 富士、毎週月曜24時30分読売テレビ、毎週月曜26:59 J テレアニオビ、毎週火曜26:0 @X、 毎週金曜22時30分リピート放送、毎週月曜日14時30分から毎週木曜日6時30分。放送日時は変更になる場合もございます。最新情報、 FOD 毎週土曜22時から地上波同時独占配信。 C 大久保圭コアミックス、アルテ制作委員会。